感染拡大による経済の落ち込みへの緊急対策として政府・与党が1人当たり1万2000円以上の現金給付を検討していることが分かりました2008年のリーマン・ショックの後には1人当たり1万2000円の給付措置が実施されました今回の給付額について政府高官はリーマン・ショックの水準を超える規模が必要だと述べていて 1>, 1万2000円を上回る額を検討していることを明らかにしました給付の対象として子育て世帯や所得の低い人に限る検討も行われています一方与党幹部からは商品券を配布することで確実に消費につなげる案も浮上しています